はい、皆さんこんにちは、クニネムです。今日はね、この川崎の ZRX エンジンを下ろしていこうと思います。でね、この、修理を始めた頃はね、もうエンジンもう特に触らずにとりあえず動けるようにというふうに、始めましたけども、ここまで来ましたらね、もうついでというか、もう中見たらもうだいぶ傷んでましたんで、エンジンも分解しようかなということになりました。でね、どうやってエンジンを下ろすかなということで思ってまして、一人でやってることですんでね、ちょっと一人で力ずくでやると危ないっていうのもあるかなと思いまして、このね、もう車体をねベタンと向こうに倒してしまおうかなと思いまして、倒しまして、でこれね車用のやつですけど、エンジンクレーンで上から吊り上げようかなと。まあ、いろんなやり方あるんでしょうけども、とりあえずね、そういうやり方でやってみようかなと思います。で、やるにあたってね、準備ですけども、ボルト類ですね、取れるところは取って、取れないところは緩めるだけ緩めといてということをしたいと思うんですね。このエンジン、これ右側面ですけども、止まってる場所はまずここですね。このマウントの一つ。そして、ここにね、一本長いのが入ってるんですね。こっちから向こうに入ってます。で、上がりまして、ここですね。ここにも、止まってます。で、裏側も同じようになってるんですけども、向こう側に倒しますんで、倒してしまうと向こう側はもう取れないんですね。ですから、向こう側からしか取れないものはもう先に取っておこうかなと思います。左側ですけども、同じここですね。ここはもうね、もうマウント全部取って、まあ、ここ取ったぐらいでエンジンがね、どうなるってことはないと思うんで、取っておくと。この下のこの長いやつね、向こうから刺さってるんですけども、こっちからナットが止まってますんで、倒してしまうとまたこれもやりにくいんで、ここも外してしまうと。で、長いのもね、もう抜いてしまうと、向こう側に。で、上がりまして、ここですけども、ここはね、寝かしてしまっても、外すことできるんで、これはきっちり止めたまま、そのまま倒すと。ですから、こことね、このマウントの反対側向こう、それは止めたまま、それ以外は外して、倒して、で、取るもん取るというやり方でしようと思います。それではエンジンを下ろしますんで、マウントを外していきます。ちょっと一人ですることですんで、エンジンの下ろし方いろいろ考えてみたんですけども、ちょっと変なやり方になりますけど、まあ、こういうやり方でやっていきます。車体を左側に倒して、右側面からクレーンで吊り上げると、まあ、いうことをします。で、マウントですけども、まあ、言ってたように左右当然あるんですけども、左側に車体を倒してしまうと、左側から抜くボルト類が抜きにくくなりますんで、そこはもう外しておきます。で、それを外しても、まあ、それでエンジンがぐらつくということはなくて、他でたくさん止まってますんで、外しにくいところだけ外しておくと。で、今からこの外すとこですね、ここに長い、ボルトが入ってますけど、まあ、これも止まってる必要ないかなと、抜いていきます。左側からコンコンと叩きますと、右側から、このようにボルトが出てきますんで、これを右側から、引っ張り抜くと。で、この長いボルトが抜けますと、エンジンが止まっているのは右前のマウントと後ろのところの2箇所で止まっているだけになります。その2箇所止まっていれば特にエンジングラグラすることもありませんので、これで倒していきます。フルタイヤを3つ並べまして、その上にこの車両を乗せるような感じでゆっくりと倒していきます。というのは、タイヤとか、
ショックアブソーバーとかブレーキとか、まあ、いろいろついた状態で寝かせますんで、まあ、傷つけたくないということで、まあ、こうやってタイヤを引いてみました。で、緑色のベルトが見えてると思いますけれども、これは、スリングベルトという商品名のものでした。1本2メートルのものを、2本買いまして、先に、ベルトをかけておきました。で、このベルトをクレーンで引っ張り上げると、するとエンジンが上がってくれればという作戦なんですけども、今、クレーンを持ってきましたけど、単車のエンジンを下ろすのに、まあ、こんな大げさなことする人、まあ、まずいないと思うんですけども、まあ、自動車の方でね、4輪の車の方でこのエンジンクレーンを使う予定がありましたんで、もうこれはどっちにしてもいるもんだなということで、もう早めに買いまして、今回使ってます。まあ、ですけども、このクレーンがなかったら、この単車のエンジンを下ろすのも結構力任せなことになったかなと思いまして、まあ、そういうことはあまりしたくなかったので、まあ、ちょうど良かったかなと思います。で、ベルトに、クレーンをかけまして、持ち上げていきますけれども、引っかかっているところがありまして、スムーズには上がってこないんですね。で、引っかかっている場所どこかというと後ろなんですね。後ろと、あと後ろの下側、その2箇所で、引っかかってます。で、ごそごそ揺らしながら、まあ、その引っかかってるところを逃がそうとするんですけども、がっちり止まってまして、なかなか逃げてくれないんですね。で、2本かけてたベルトの後ろ側のベルト、これを外しまして、前側のベルト、これだけにしました。こうするとエンジンが水平ではなく少し傾いて持ち上がりますんで、位置が少しずれてくれれば引っかかっているところも外れるかなということでやってます。で、この1本のベルトはちょうどシリンダーのところに横向きにかかっているベルトです。これで少しエンジンが動きました。で、あとはね、結局力任せなことしてますけども、足で下から押しまして、引っかかってるところを逃がそうということをしてます。で、上げたり下げたりを何回か繰り返しますと、まあ、フレームとエンジンの位置が少しずつ変わってきまして、もう少しというところまで来ました。で、今度はベルト外しまして、後ろ側ですね、このクランクケースのところにかけてるベルトだけで持ち上げてみます。引っかかってますんで、車体も一緒に上がってきますけれども、少し上げて下ろしますと、ちょっと位置が変わるんですね。で、これを何回か繰り返しまして、引っかかってるところを、まあ、完全に外してやると。で、もう少しというところですんで、また足で引っかかってるところを押してたんですけど、ガタッと車体が動きまして、やばいということになりました。何かと言いますと、フロントフォークがエンジンクレーンに当たりかけてたんですね。このフロントフォークのインナーチューブ新品に交換してますんで、もう絶対傷つけたくないということで、まあ、ギリギリセーフで、まあ、初めから養生しとけということなんですけども、養生しておきました。これで今エンジンガタッと動きました。これで引っかかってるところが完全に逃げたということで、で、ベルト2本とも、まとめて、クレーンにかけまして、持ち上げていきます。で、このままクレーンで持ち上げていきます。今回この作業をするにあたって、あまり力任せなことはしたくないというのと、あと、まあ、本来どういうやり方をしないといけないかっていうのを全く分かってなかったっていうのと、で、とにかく安全に作業したいっていうのがありまして、まあ、こういう変なやり方になってます。で、これでエンジンが上がっていきます。やっと上がってきたということで、皆さん、グッドボタンの準備はいいでしょうか。もう私の動画、グッドボタンここでしか押すところありませんので、
ぜひともグッドボタンの準備をしてください。いろいろ部品が落ちてきまして、もうこの時の精神状態はもう部品とかもどうでもいいわということでもう投げてますけども、エンジンがやっと車体から完全に、持ち上がってきました。はい、これでエンジンがめでたく宙に浮くことができまして、クレーンごと抜いていきます。言ってましたフロントオークのインナーチューブですね、これがクレーンの足とすごく近いところにありまして、なんとか当てないようにクレーンの足を抜いていきます。はい、皆様グッドボタンの準備は大丈夫でしょうか。ここがグッドボタンを押すタイミングです。よろしくお願いいたします。車体を持ち上げまして、この車体はちょっと邪魔なんで、脇にずらしておきます。で、エンジンをですねフルタイヤの上に乗せていきます。エンジンをねちゃんとスタンドとか、まあ、そういうものを用意したり、作っておいたりすればいいんでしょうけども、まあもうちょっと めんどくさくてですね、もうこれでいいかということで、で車のエンジンスタンドもありまして、それになんとかかけれたらななんて思ったんですけども、ちょっと準備が足りなくて、結局、タイヤの上にこのように乗せてます。でまだこれクレーンのテンションかかってます。これを落としてゴロンと転がっても良くないので、エンジンのタイヤの上の座りを確認しまして、まあ、大丈夫だなということで、クレーンを下ろし切ります。これでエンジンが完全に降りたということです。はい、ということで、無事にエンジンがとりあえず降りました。で下ろしてるときなんや部品がコロ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 落ちてきまして、マウント系のね部品だと思うんですけど、もうどこについてたかよくわかりません。あ、これは多分後ろだな。あとこのねカプラー端子、なんか配線のコネクターですね、これとあとなんかこのドレンワッシャーのようなものが落ちてきました。でね、このオートバイねなんか部品コロコロよく落ちてくるんですね。液パイを止めてるナットとかね、もうついてるのに、それ以外のものがなんか落ちてきたりして、なんか過去の整備した時に置き忘れとかあったのかもしれないですね。で、これ今とりあえず横向きに左側面を下に置いてますんで、こうちょっと縦にね、また置き直して、上から分解していこうと思いますけども、これですね、この、これなんて言うてんやかな。このポリエステルのスリングなんとかっていう名前やったと思いますけどね、こういう荷物を縛るやつを2メートル2本使いまして、1本はねここに横向きにかけて、でもう1本はこう縦向きにかけてね、こう L 字でかけて持ち上げました。まあ、そんなねぐらついたり傾いたりすることなく、それでだいたい水平に持ち上がったと思います。ということで、あとオートバイですね。はい、今オートバイ持ってきましたけどね、やっぱりここエンジンなくなりますとすごい軽いですね。ということで、また続きをやっていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。